プレステ歴ギター弾いてる板にあこです。こちらの漫画をご紹介したいと思います。読めません、漢字が読めません。ペッパー落ちちゃった。あれ漢字が、あれ やとがめちゃん。なんとかちゃん観察日記っていう名古屋の、結構ねいろんな、前は三成さんは京都許さないという滋賀の結構情報がいっぱい載ってる漫画をご紹介したんですけれども、こちらね愛知県に遠征した時にいただきましてありがとうございます。2巻あります。1巻と2巻いただいたんですけど、今日は1巻こちらに。でもね読めないっていう、なんとかちゃん、え、なんとかちゃんの答えはどこですかで寝転がってるからすごい、え、どこ、まあね、4コマ漫画になってまして、4コマ漫画、それでちょっと補足とかもついてるんですよ。だから1回目読んで2回目いけるっていう感じですね。オープンで東京育ちの高校生陣海斗が転校した先の名古屋で出会ったのは方言丸出しの女子高生。見えない、なんか違う文字がさ、ここ銀色になってるとこがさ、え、何、もうおばあちゃんなのかな。やっと画面もなかだった、ヤトガメモナカだった。猫のような風貌と露骨な名古屋弁を操る。ヤトガメ、ヤトガメちゃんは全然懐いてくれず、可愛いヤトガメちゃんを観察し名古屋の地位を向上させる直地コメディ待望の第1巻。はじめまして、安藤と申します。地元名古屋のことを漫画にしたら単行本になりました。すごいね、地元愛、夢だった漫画家への道を開いてくれた故郷に感謝をしつつ、え、すごい、これがデビュー作なんだ。結構愛知県って未知なところも多いんですけど、あ、そうなんだっていうのが、結構ストーリーちょっとこう萌え漫画要素的な部分も残しながら、あの奈々ちゃん名古屋駅なんです。下から私まだね、奈々ちゃんの足の下通ったことないんですよ。ちょっと勇気いりますよね、結構。ということで寝ながらお届けしました。ぜひ読んでみてください。違う、ここ手片手使ってるか、片手しか使えないんさ、こうなるよね、こう引っ掛けるよね、こう引っ掛けるよね。あの毎日現在ね進行形で、あの YouTube に動画アップしてます。よかったら他の動画も見てみてください。よろしくお願いします。やっとがめちゃいます。